いやあ、カウボーイになってみたいね。また何か言ってるぜ。なんだぜ、馬にでも乗りたいのか？違うよマリサ、宇宙を股にかけた賞金稼ぎだよ。そんなもんこの世の中にないじゃねえか。わかってないなあ、ロマンだよロマン。けど賞金稼ぎってバウンティーハンターって言うんじゃないのか？そうだね。それにカウボーイってアメリカとかの牧場で働く人たちのことで賞金稼ぎって意味はないっぽいぜ。そうなの？乗馬や投げ縄が得意で、西部劇なんかの影響で凄腕のガンマンだったり荒くれ者ってイメージが定着して、ジーンズやウエスタンシャツにテンガロンハットやカウボーイブーツを身につけ早打ちの名手ってのはイメージとしてだし、古き良きアメリカの象徴って感じだけど、もともとは牛泥棒って意味もあって野蛮な人を比喩する言葉だったみたいだぜ。ぐそれで今回は何に影響されたんだぜ？実は久しぶりにカウボーイビバップを見たらその世界観や生き方なんかに引き込まれちゃって、最近実写化で話題にもなってるしな。そうだったね。テラフォーミングされ地球とあまり変わらない環境の火星を舞台にいろんな賞金稼ぎを探し出し、古い漁船を改造したオンボロ宇宙船ビバップ号で暮らしながら、一人乗りで機動力の高い宇宙船を駆使して華麗な格闘や銃で追い詰め、自由奔放でハードボイルドな暮らし、結構ヘマして取り逃したり手柄を奪われたり、ところ構わず大暴れで被害請求の方が多かったりなんてこともよくあるようで、よく貧血で食事に困ることもあるみたい。確かにそんなことあったな。息づりで集まった仲間たちも魅力的でそれぞれストーリーがあったり、コメディータッチな部分もありながら過去や因縁などシリアスな話も多く、内容が深くて見応えがあった作品だね。確かにキャラたちのセリフもかっこよくて、クールさもありながらギャグ要素も入れてゆるさもあったいい作品だったぜ。それに結構前の作品だけど作画もかなり良くて、音楽へのこだわりもあって当時としてトップクラスだと思うよ。キャラの声もめちゃくちゃ良かったしな。確かにね。そこで今回は太陽系や宇宙など SF 世界を舞台にハードボイルドでドタバタな賞金稼ぎカウボーイビバップを紹介するよ。おう、よろしく頼むぜ。2071年の火星を中心とした太陽系を舞台に、オンボロ宇宙船ビバップ号で旅する賞金稼ぎの主人公たちの活躍を描く SF アニメ作品で、火星を中心にして金星やタイタンなんかもテラフォーミングされ人が住めるみたい。人類は土星圏まで進出してて宇宙時代を迎えた人類は今まで以上に大きく繁栄してるって設定。ロマンがあるぜ。けどさすがに2071年にそこまでなるのは無理そうだな。まあね。けどイーロン・マスクがスペース X 社で進める火星移住計画なんかもあるしゼロとは言い切れないけど、いくつかの惑星をテラフォーミングして人が住める環境ってのはさすがにって感じだね。まあそうだと思うぜ。ところで地球はどうなってるんだぜ？実は地球は2022年に月で行われた位相差空間ゲートってのの実験中に大事件が起きて月の表面がえぐられて、その破片が大量に地球に降り注ぎ壊滅的な状態になって、ほぼ強制的に人類の宇宙進出が始まったみたい。今でも人は住んでるけど日常的に破片が降り注ぐから地下に住んでるらしく、作中で何度か地球に行くけど廃墟だらけでボロボロって感じだよ。すごい状況になってるな。そんな状況で逃げるように宇宙に出たから、国や人種なんか関係なくおのおののコミュニティを形成しながら生活してて、事故後20年にも及び無政府状態が続いたことで深刻な治安の悪化で悪党がはびこり、警察も対処しきれないほどの多量の犯罪を取り締まるためアメリカ西部の時代に倣って、犯罪者に賞金をかけ、その摘発を一般から公募するという賞金稼ぎで犯罪を抑制するカウボーイ制度ができたんだ。それでカウボーイなんだな。主人公たちがよくいる火星の地域は香港を思わせるような街並みで、映画版では東京タワーっぽいのがある日本みたいな街並みもあったし、地域や住んでる人種や民族によって街並みにちょっとした特徴がありそうな雰囲気もあって、多分売られてるものもその影響があるような感じだよ。確かに中華街っぽい怪しげな雰囲気もあったしな。そんな独自のルールや変わった世界観の中で凄腕なカウボーイの主人公を中心として繰り広げられるストーリー。クールでかっこよくハードボイルドな雰囲気だけど、ドタバタでコメディ要素も多く緩い感じもある作品。内容は1話完結型っぽい作りで仲間が増えていき時系列的なつながりはあるけど、基本的には毎回別のターゲットを追ってそこで起こる様々なストーリーが描かれるって感じ。その内容もシリアスなものからコメディチックなものまで様々で、時折キャラたちの過去に触れたりするシリアスな回や、貧血で空腹な日常にとんでもないことを起こすコメディ全開な回もあったりして、バラエティに飛んでる印象だよ。確かにいろんなテイストがあって動きも多く面白い作品だったぜ。基本的には主人公たちメンバーを中心にしてストーリーが進んでいき、毎回賞金首を含め多くのキャラが出てくるけど主要キャラはとても少ない感じ。
まずこの物語の主人公、もじゃもじゃ頭で長身痩せ型、ひょうひょうとした男性スパイク・スピーゲル。普段はニヒルで常に気だるい態度のやる気なさげだけどかなりの凄腕。愛用のジェリコ941回を使ったガンアクションや、相手の力を利用して自然の流れに身を任せる。ブルース・リーが開発した武術ジークンドーの達人、巧みな体さばきで敵を圧倒して彼を死と仰ぐほど。窮地に陥っても軽口を叩くほど落ち着いててむしろそれを楽しんでるほどで、何事も自らの美意識に照らし合わせて行動し、危険を愛し困難なことを成し遂げることを好み相当離れしてる雰囲気。ガキとケダモンと、跳ねっ返りの女が嫌いと言ってるけど見事にそんなメンバーが揃ってて、煩わしいと思いながらもピンチの時に助けたり意外と人情味がある人物。賞金首の間では荒っぽい捕まえ方で捕まりたくない賞金首として有名で、賞金首を追う時はところ構わず破壊したりするため、器物破損や怪我人への保証で賞金全額がパーになることもあるみたい。実はかつて太陽系最大規模のチャイニーズマフィアレッドドラゴンに所属してたけど、ある事情から脱走してその時事故で消息不明になり公には死んだことになってて、その事故により右目は義眼になってるみたい。かなり激しそうな過去を持ちそこに絡んだ話もあるけど細かいところは謎のまま、かつての友は敵である女性を探してるみたい。彼の名前は偽名で本名はわからず謎が多い凄腕カウボーイだよ。確かに影がある感じもしてつかみどころがなく、すごくかっこいいキャラだったぜ。次はスパイクの相棒で筋骨悠々の巨漢、顎ひげハゲ頭のコワモテジェットブラック。そんな見た目だけど几帳面で盆栽を愛し料理が得意な男性、だけどスパイクからいつもまずいと言われてるよ。以前は警察組織 ISSP に所属してて、食らいついたら離さないブラックドッグの異名を持つほどの凄腕刑事だったみたい。ある事件を契機に退職してて、その時のトラブルで左腕が義手になったけど組織内の人とは今でも会えば気さくに話すくらい人望がある感じ。ビバップ号の船長で日々賞金首を探してるけど、その見た目から賞金首と間違えられたこともあるみたいだよ。確かにちょっと悪そうな見た目だしな。次は一番最初にビバップ号にやってきたイヌアイン。賞金首を追う最中その賞金首が取引に使おうとしてたイヌ。見た目はただのコーギー犬だけど、ある研究機関によって育てられたデータ犬と呼ばれる特殊な犬で、知能が非常に高く、情報処理能力は人間のそれをはるかに上回る貴重な犬でかなりの価値があるみたい。ただペットショップに売られそうになった時はわずか200ウーロンだったよ。いくらだ ?200 円くらいだよ。そうなんだな。それ以降ビバップ号で暮らすことになりその生活を満喫してるみたいだけど、自分の面倒を見ないスパイクのことを下に見ていてたまに喧嘩をするみたい。スパイクたちはアインの価値を知ることなく普通の犬だと思ってるよ。かなりリアルに描かれた犬だったぜ。次はカジノで知り合ったイカサマディーラーでスパイクを人間違えして突っかかり捕まり、賞金がかけられたり大きな取引に横から入りかっさらっていったけど、なし崩し的にビバップ号に居座ることになったフェイ・バレンタイン。黙ってればスタイルがいいかなりの美人だけど、奔放でいろんな修羅場を越えてきた感がありすれた性格。イカサマディーラーをしてたわりに部類のギャンブル好きでよく負ける浪士か。実は長い間コールドスリープで保管されてて、起こされた時に過去の記憶を失いさらにその維持費で莫大な借金を抱えてるようで、起こされた時も詐欺師たちの集団だったためさらに変なことに巻き込まれ、バレンタインって名も勝手につけられたもので、彼女は過去を探し続け、彼女の記録フィルムが送られてきたり地球がルーツと知り探したりする話もあり、普段は賞金稼ぎをしてて文句を言いながらも協力したり、手柄を横取りしたりなんてもするけど憎めないキャラだよ。彼女も謎多い女性だったぜ。本人もわかってなかったしね。次は以前からスパイクたちビバップ号の活躍に興味を持ち、常にネット上からストーキングしてたエドワード・ボンハウ・ペペル・チブルスキー4世。名前がややこしすぎるぜ。勝手に名乗ってるだけだから本名じゃないみたいだよ。機動衛星 AI の落書き事件でビバップ号にコンタクトを取り解決したら乗せてもらう約束をしたけど、約束を保護にされそうになったから自動操縦システムをハッキングして、自分の元まで呼び寄せそれ以来クルーの一人に、名前は男性のもので見た目も中性的でふにゃふにゃしてて性別がわかりづらいけど少女で、常に何を考えてるのかわからなく突拍子もない言動や行動が目立つ表面的にはアホの子的なキャラ。けど実はラディカルエドワードの異名を持つ天才的なハッカーで、ネットで賞金首の情報収集をしたり高度なハッキングなんかもしてて、トマト箱を筐体にしたコンピューター端末を駆使してかなり高度なことを行い、無邪気な子供でつかみどころがなさすぎるけど、直感力や洞察力も優れてて誰も解けない難問も簡単に解き明かすほど、ただ解釈が独特すぎて説明のわかりづらさもあるみたい。いつもブカブカのタンクトップにスパッツを履き、コンピューターディスプレイを兼ねたゴーグルがトレードマーク。父親がいてフランソワーズと呼ばれたけど、いい加減な性格で助手の名前もろくに覚えてないため本名ではなさそうだよ。謎が多いキャラばっかだぜ。次はチャイニーズマフィアレッドドラゴンの幹部ビシャス。昔はスパイクの盟友で相棒だったけど、ある女性が絡む三角関係でスパイクと共通してた意識が変わり殺意を抱くように、
作中で出会うたびに戦いになり、全身黒ずくめのコートに銀髪という身なりをした長身大柄でとても長い日本刀を使いこなす凄腕。大きい黒い鳥を手なずけ冷徹非道で好戦的。危険な雰囲気を漂わせてるけど、部下思いなとこもあり彼に心酔する者もいるみたい。作中ではスパイクと戦ったり、かなりの野心家で組織内でもいざこざがあるみたいだよ。たまに登場する危険な感じの男だったぜ。最後はスパイクが探し求め彼の過去を知る美女ジュリア。もともとビシャスの恋人だったけどスパイクを助けたことにより愛し合う関係になって、その後行方知れずで素性など全て謎に包まれてるキーパーソン的存在だよ。素性が知れない謎なキャラばっかだぜ。主要キャラはこんな感じでそれ以外にもいろんなキャラが出てくるけどほぼ単発な感じ。比較的まとまってて単発キャラも個性豊かな印象だよ。馬に乗ったカウボーイっぽい賞金稼ぎもいたしな。この作品は26話と劇場版で結構長い作品で、1998年に放送された作品だけどとても作画が良くて、建物や宇宙といった細かい描写やキャラなんかもとても綺麗に描かれてて、この当時の作品では相当なレベルで今の作品と比べてもレベルは上な感じもあるし、ストーリーも秀逸で基本1話完結型だけど時系列的な流れがあって、スパイクとジェットの二人で始まり仕事を通してなぜか人が増えて、文句を言いながらドタバタで和気あいあいに過ごしていき、それぞれの過去なんかを紐解くようなシリアスな展開やおかしな展開を挟みながら、盛り上がる時間は過ぎやがて仲間たちは離れていき少し物悲しさや哀愁を漂わせながら、スパイクが過去と対峙して最後は衝撃的な展開って感じで、ストーリー全体を通して起承転結がしっかりしてて、秀逸にまとまってツボを抑えたストーリーが印象的。はちゃめちゃ感はあるけど綺麗な流れの作品って印象だったよ。確かに始まりから盛り上がりシリアスやコメディを挟みながら、寂しい雰囲気になってラストに繋がるってとこあったぜ。そして宇宙時代っていう背景から、いろんな宇宙船が出てきて身近なものっていう設定も印象的で、惑星間航行可能な宇宙船で仲間たちが乗り生活してるちょっとオンボロで古い漁船を改造したビバップ号や、スパイクの宇宙レース用の機体を武装改造した戦闘機で、エンジン周りもピーキーな調整がされてるソードフィッシュ、日本のガンアーム付きの高火力戦闘機でフェイ専用のレッドテール、漁船用のキャッチャーボートを改造して巨大な牽引用アームで捕獲などもできるジェットのハンマーヘッドといった個人的な機体、宇宙トラッカーと呼ばれる個人でトラクターを持ち惑星間の輸送を生業にしてるキャラや、軍のバトルシップにレストランなどが入る宇宙ステーション、さらにレンタルなんかもあるみたいでほんと身近な存在。道路が整備されて車はあるけど、上空を飛ぶ機体はほとんどが宇宙仕様と思われ、宇宙船があれば大体なところは行けるっぽくて便利だけど、個人用機体だと惑星間移動の燃料は持たないみたい。フェイは宇宙でガス欠してたな。民間用の定期便もあるけど、個人で簡単に持てるっぽく大型な船があればドックに保管も可能。何より垂直に上下できるっていう相当な優れものみたいだよ。宇宙船の移動や戦闘シーンも多かったし確かに印象的だったぜ。そしてキャラたちに共通してだけど、特にスパイクのセリフはいちいちかっこよくて、毎回渋い名言みたいなのを言ってた感があったね。確かにセリフ回しがかっこよかった印象だぜ。キャラの印象や個性ってのもあったと思うけど声優さんの力も大きかった感じ。声優さんも今考えるとかなり豪華な人が集まってて、主人公スパイクは声優界の山ちゃんでおなじみの山寺宏一さん。声優だけじゃなくタレントやナレーター、ラジオのパーソナリティにモノマネとほんとマルチですごい才能を持った。渋くていい声が印象的でいろんな声が出せてキャラもいい、とても有名でマルチな声優って印象だし。よくテレビに出てたし、映画の吹き替えとかも印象的だったぜ。フェイはアイドル声優としても有名でランマや綾波レイの声なんかもしてた林原めぐみさん。とても印象的ないい声で名探偵コナンの灰原愛でもおなじみで主役級が多い人だし。最近はシャーマンキングにも出てるな。ジェットは残念ながらなくなっちゃったけど、様々な作品の渋い役どころに映画の吹き替えやナレーターなど、ほんといろんな作品で活躍された石塚雲翔さん。惜しい人だったぜ。出番は少なかったけどビシャスは渋くて個性的な声でおなじみの若本のりおさん。ロイエンタールに松平のとっさんって印象だぜ。江戸は不思議キャラでアイヌは犬ってところはあって若干別枠だったけど、渋めの声の声優さんが脇を固め、渋くてかっこいいセリフ回しってのが印象的だったね。言われてみると確かにそうだな。さらにこの作品は音楽へのこだわりが強くメインコンテンツの一つとも言えるほどで、タイトルにもなってるビバップの意味はモダンジャズの起源とも言われ、1940年代に生まれたジャズの一形態のことで、コード構成音や音階に忠実ながらもアドリブを多く取り入れて独特な流れを形成して、複雑化しライブごとに演奏の出来が大きく異なるってこともあり、この作品にも似た流れが見られる感じ。コンセプトとしてスペースジャズってのがある通りジャズをはじめとして、ブルースやロック、テクノといった多彩なジャンルの音楽を BGM として使用して、その独特な世界観と相まって既存の SF 作品になかった得意なスタイルを築き上げたみたい。オープニングの BGM も始まる感じがあって雰囲気が良かったし、ハードロックを愛する女性トラッカーも印象的だったし、
音へのこだわりが少ない業界の中で監督自身のこだわりもあり、こだわりを詰め込み海外からの評価も高く、監督の渡辺慎一郎さんは後に音楽プロデューサーとしてもデビューして、国内外のアーティストをアニメ音楽に参加させる橋渡し的な役割も果たしてるらしいよ。確かにオープニングやエンディングとか印象的だったしすごい人だぜ。ただそのコンセプトや独特の作風は周囲の反応が悪く、ガンダムをはじめとしたロボットアニメを中心に作品の玩具商品化などを視野に入れてるサンライズでの制作で、スターウォーズシリーズの人気で宇宙船ブームが来ると見たバンダイからのオファーで企画が始まったけど、宇宙船のプラモデル展開ができるアニメっていう前提があり、内容的に宇宙船での戦いを描くメカアクション要素もあったけど、キャラたちのストーリーや、激しいガンアクションさらに音楽へのこだわりなどでそれほど強くフォーカスされず、別の企画と一緒にされそうになったり、これじゃ宇宙船は売れないからとスポンサーが降りてしまい没になりかけたみたい。さらに日本ではあまり馴染みのないジャズを扱うこともありレコード会社にも反対され、放送前に第1話を見た関係者の声は渋すぎる。売れないよ、これだったみたい。ひどい言われようだぜ。ただ蓋を開けてみると大成功で、ビデオと音楽 CD のセールスでガンダムシリーズに匹敵する実績を上げたみたいだよ。すごくいい作品だったしやっぱ影響力はすごいぜ。プラモなんかも結構売れたみたいだしね。感慨深いぜ。ただアニメ放送の時も色々とあったみたい。まだあるのか？まずは放送枠がなかなか決まらずにオンエアされるまでに2年近くかかったらしく、さらに放送予定だったある作品の制作が間に合わなかったらしく急遽ワンクールのみに。飛んだとバッチリだな。放送はわとびとびのイレギュラーな形で、さらに当時の神戸連続児童殺傷事件などの未成年による凶悪事件による規制で、暴力表現や性的表現の自主規制が行われたのと、ポケモンアニメが発端になったポケモンショックで光の明滅が修正、カットされたりして色々と影響があったみたい。当時ポケモン見て子供が倒れたってすごい話題になってたな。後にはウワウの無料放送枠で全話放送されたみたいだけど、アメリカでも放送された内容で銃乱射事件を連想させたり、同時多発テロと被ったためハイジャックやビル爆破って話は省かれたみたい。ビデオや DVD では全ての内容が見えたけど、そういった社会的な問題に色々と影響されたとこがあったそうだよ。色々不憫な背景があった作品なんだな。地上波放送が省略されていろんな規制があったため最終話となる13話は総集編って形になり、これらの規制やカットに対する抗議をメインキャラクターたちの独白という形で吐露したものになってて、本編から抜粋した映像を編集しながら独自のナレーションが入る形、シーンによっては本編の音声が使われてたけど、ほとんどが総集編用に撮られた音声で、本編のことにはほとんど触れず若干皮肉っぽい感じ。ただ映像や編集はとてもかっこよくてエンディングで流れるメッセージがまたかっこよく、普通の総集編とは一線を画す感じ。寄せ集めブルースというタイトルの総集編はそれ以来放送されることがなく、DVD や映像ソフトへの収録も行われてなくて、幻の最終回とも言われてるよ。結構挑発的なことしてたんだな。けど収録とかされてないなんて気になるところだぜ。いやー、いろいろと話してたら結構長くなっちゃったね。けどこの作品は1話完結型で毎回違ったテイストが楽しめるし、大枠の時系列的つながりは秀逸だし、クールでシリアスな展開もありながらコメディ色が強いパートと様々で、作画や見せ方もすごく、何よりキャラたちがすごくかっこいいね。渋くてハードボイルドさもありセリフ回しもかっこいいし、スパイクのキャラとかめちゃくちゃ良かったぜ。ほんとそうだったね。キャラたちの過去にフォーカスする話や、メカアクションやガンアクションも激しくかっこいい演出だったし、言い出したらキリがないけどとにかくすごい作品だったよ。ラストは衝撃的だったしな。そうだね。今実写版が始まったみたいでオープニングや予告編とか見たけど、どうもアニメのキャラの雰囲気や印象とかが強くてイマイチな感じを覚えたよ。確かにそういうとこあるぜ。まあ本編でだいぶ変わってくるのかもだけどどうなるか気になるところでもあるね。ただアニメはかなりの神作品で劇場版もクオリティが高く深い作品だったし、ほんと今でも見応え十分な作品だと思うよ。そう言われるとなんかまた見たくなってくるぜ。このチャンネルはオタクじゃないけどアニメ大好きなウプ主が長年見続けた新旧いろんなアニメを紹介する予定で、主に単品作品を紹介形式で解説する予定だからよかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。コメントや高評価をもらえても嬉しいよ。それじゃ、ご視聴ありがとうございましただぜ。